こんばんは、高島忠夫です。さあ今夜のゴールデン洋画劇場はこんなマシュマロマンをはじめ、もうユニークなおばっかがいろいろとニューヨークに出現するというあの傑作映画ゴーストバスターズ、いよいよテレビ初登場です。この映画も世界で大ヒットしました。しかもアメリカでは同じ年にスピルバーグのインディ・ジョーンズとかグレムリンというのがあったんですが、それを跳ね飛ばしてベストワンに輝いて日本でもナンバーワンで、ゴーストバスターズというのはお化け退治屋さん、じゃあ何か子供騙しの映画か、とんでもない主演が今もキラキラ光ってるアメリカの喜劇界の中心に位置するスターばかりです。例えばビル・マーレン、ダン・エイ・クロイド、ハロルド・ライニス、そして見せ場の SFX はビッグワンと言われておりますリチャード・エドランドが担当という、つまりまあ超一流の映画人が真面目に面白い映画を作ったろとやったらこんな映画ができるというわけですね。もう目も眩むばかりの楽しさ、面白さ、痛快さあふれたゴーストバスターズ、今夜もたっぷりお楽しみくださいませ。いかがでした、ゴーストバスターズ。すごい面白さという感じでしたですけども、まあ、レイ・パーカー・ジュニアの主題曲も大ヒットしたんですが、実はこの映画の音楽を担当したのは何を隠そう、荒野の七人とか大脱走のあの映画音楽の巨匠エルマ・バーンスタイン。この辺もすごいところですね。さて来週はジャッキー・チェンのポリスストーリー、いよいよテレビ初登場です。ご期待ください。スリルとパワーが炸裂、ポリスストーリー香港国際警察、ジャッキー・チェーン最高の話題作。管理したくない。男と女の計り知れぬ愛。あれはやっぱり、おはん、吉永小百合が永遠のテーマに挑みます。人はなんて言いよってもお前は俺の女房や。おはん、刑事ジョン・ブック目撃者、
一つの事件が全く違う二つの世界を結びつけた。世界が絶賛、ロマンティックサスペンスの傑作。レッドポお前がかぐや姫か。帝のお召しも恐れ多いとは思いません。名将市川崑監督が全世界に送る愛のファンタジー。お前を手放すくらいなら私は死んだ方がいい。かぐや姫と私の結婚をお認めいただきたいのです。まだそんな馬鹿げたこと言ってるの。お母様、お別れせねばなりません。人間の真心忘れません。竹取物語絶賛公開中。こうよこうよ、yeah. I think it's performing El Salvador. アカデミー賞に輝くプラトーンを世に送り出したオリバーストーン監督が再び最前線の恐怖、そして人間たちを見つめます。革命に揺れるエルサルバドルに潜入したフォトジャーナリスト。彼らが見たものは、そしてレンズに映った真実とは一体何なのか。You gotta think of the people first. Quédate los lentes. You gotta at least try.サルバドル、遥かなる日々。どこ行くの？バス乗らないの？何も悪いことしてないだろう。いい名付けなの私。もしもこの地球上にうり二つのもう一人の自分がいるとしたら、あなたならどうします？俺、偽物でいいよ。俺、人違いだよ。自分にそっくりな人物が存在することから起こる幸運不運。おお、びっくり。あ、だってお兄ちゃんもう一人いるんだもん。え、青春の戸惑いと輝きをユニークにコミカルに、そして時には優しく物悲しく、このストーリーは展開していきます。私ね、根岸監督の感性の集大成。見合いしなきゃいけないの。永遠の二分の一。おめでとうございます。私をスキーに連れてって、今年最高の冬物語です。